安倍内閣の支持率は37.6%で8.4ポイント上昇したことが ANN の世論調査で分かりました。調査はこの週末にご覧の方法で行いました。それによりますと、内閣支持率は7ヶ月ぶりに上昇し37.6%となりました。支持しないと答えた人は47.2%でした。 3日に行われた内閣改造について期待すると答えた人が40%期待しないと答えた人は47%で新大臣の野田総務大臣を評価する人は57%河野外務大臣を評価する人は51%でした。 また、加計学園をめぐる問題について安倍総理が1月20日になって承知したとの説明に納得しないと答えた人が76%で納得すると答えた人を大幅に上回りました稲田元防衛大臣の PKO の日報をめぐる問題について国会審議に出席する必要があると答えた人が65%に上りました。